されないで。あやぴょんが巻いた嘘やから。ほんまやで、ほんまに嘘やねん。うん、今日は休みかなかなと思います。そう、暑かったなんです。去年、ちょっと去年のお話を聞いてください。はい、まず2年生になるじゃないですか。東京決まるじゃないですか。あの、何でしたっけ、何でしたっけ、あの、そう、あの、なんかいろいろ決まるじゃないですか。学級閉鎖になるんですよ。でもその4月とか5月だったじゃないですか。話したことがない人が学級コロナになって学級閉鎖になったんですよ。まあ、それで一応あのマネージャーさんに学級閉鎖になりましたっていうのは報告しなきゃいけなくて、だから一応報告し、報告するじゃないですか。それでもう陽気に行けるもんやと思って、学級閉鎖でさ行けないと思ってなかったからさ、行けるもんやと思ってさ、ルンルンでスプラトゥーンしてたんですよ。ルン、めっちゃルンルンでスプラトゥーン1ですね。まだその当時3は出てなかった。でもまあまあ2が出てた時代に1をねしてたわけですよ。そしたらね、なんか連絡来て東京行けなくなったみたいな。その当時のね、もう飴をね、あの撮ってくださってた方なら分かると思うんですけども、悲しみに暮れてました。泣いてた、ほんまにガチで泣いた、悲しい。それで誰もさ東京まで上がってきてくれ。うん、ペンライトありがとうございます。なんか研究生はさ外出禁止やけどさ新幹線乗れるやん。そう、新幹線が大事やねん。新幹線に乗れなかったんが悲しい。学級閉鎖なんて知らんし、なんか友達がさだったのは分かるよ。知らんもん、話したことないもん、ガチでないない。あ、明日の服装ね、ちょっと私服なんですけど、一応一応まだ決めてないのでちょっと考えます。私服を、私服をね、クローゼットなんですよ実は。めっちゃ汚いから開けれへんけど。小浜に行ってきます。どうする、これでちょっと今日なんか午後熱が出ましたとか、悲しすぎるやろ。絶対ないから大丈夫です。あ、そう、ビラ配りをねやらせていただいておりまして、孫が作ってくれて、はいはい3つでね、どん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  スワンボートをちょっと押していきたいなと思いますので、ぜひぜひスワンボート投票していただけたら嬉しいなとも思いますしね。なんかね、うんちょっと B2 がそうですね、なんかやっぱりね、うーん、なんか言葉が出てこない、寝ぼけてる。そうですね、そうですねね、ぜひぜひ皆様ちょっとビラ配りをねしていますので、今日のビラ配りは誰でしょうか。スワンボート乗ったことありますよ。あります、写真あると思います。結構乗ってます。なんかな、泣かんだよって。あ、スワンボートありがとうございます、入れていただけて。なんでやねんと、スワンボートありがとうございます。うん、でもなんか自分でやりたい曲とかさ、やっぱり私はないんですけど、折り目の曲、あやぴょんとかやったらエンジョイブレることがあるじゃないですか。まあまあ、なんか選ばれたやつとチームってなんか違うなって思いますね。私が言うことでも何でもないですねなんでやねん、アイドルはただただやりたいなので、うん、好みですねでもちょっと頑張ってね、これからいろいろと本当に計画してね、私が発案したものをね、あのやってもらってるので、私は、めっちゃ真剣にやって、もう今ねめっちゃ真剣にね、あれほどやったのでね、ちょっとそれ楽しみにしていただけたらなと思います。鼻かゆい、そうやで、全然毎日やってるからさ、今日もあるわけですよ。そしたらあの休憩公演になんか、あんた私の班やとかだったので結構怒りますよ。初日なんか、休憩公演初日やったら分かるよ。でも普通の、普通やん、もう休憩公演やで、おこおこですよ、ってなるよ。怒りながら、ちょっと怒りの怒りを示しながら、お願いしますって役割だからちょっと休憩公演に行くのが皆さんちょっとできなくできなくは全然ならないですけどね、ちょっともしかしたら推しがビラ配ってるかもと思いながら見てください。 NM も、
ってチームビツだけなん、え、私が勝手に明日今日もあるとか思ってただけ、え、なんか次はっていう話は聞いて、え、今日やと思ってた、え、もしかして、え、だってさ次の公演22かな、ビツは、そしたら投票期間までに全員間に合わないじゃないですか、だから勝手に毎日やと思ってた、どうなんやろ、全然全然行ってくださいな、行ってくださいな。そうですね、あ、キウキ族のシワは怖そうですね、でも、あ、そうですよね、年美の曲ソフトクリームとかになんか投票するのかもしれないね、不毛の土地とか知らない、スワンボートや皆さん。苦い、あ、リップが苦い、あーあー、朝だからちょっとさあれですね、なんか魚みたいな顔が、なんかこのまま寝ちゃいそうや、喋った休憩はいないですね、なんかほんまにおって挨拶してさよならだから、お疲れ様でした、来週は B2 公演2回か、あらら、2回か、22と 22?27?22 のもう一個あるか、え、22やけど表最後は、ハートやありがとうございます、全然ギフト読めてなかったの、ハートとペンライトがね来てました、ありがとうございます、でも、ね、26か、ありがとうございます、そう、また M さんだ、カレンさんの生誕祭に出させていただいて、あ、ペンライト、ペンライトがさ画面になってるけどこっちに流れてこないけど、なんやろ、誰なんかわかんない、ペンライトありがとうございます、ちょっと待って、ね、多分なんかちょっと通信が悪い、そうなんでしょう、いや、でもタイムさんだし、かわいい、ありがとうございます、コナンであれです、蛍光色、Mさん楽しいですよ、とってもとっても楽しいですよ。ちょっと早くね、あれ、私は昨日あのこの先生を一回読み進めたので。神戸コレクション発表されたんや、そう、私は出ないんですけど、同期からはミヒナと弥生とアミと作者やっけが出るので、はい、ぜひぜひ皆様応援してやってください、応援してやって、めっちゃ偉そうだ、メライトありがとうございます、え、この範囲行きたいね、あれやんか、なんかさ青山幸四郎先生がさなんか書きに来てたじゃないですか、行ってはって見たいんです、愛ちゃんを、え、行きたいけど取っちゃいじゃないですか、うーん、なんかさ、え、メンバーって星投げていいんかな、どうなんやろ、なんか同期がさいる中にさでさ、メンバーなんか星投げるどうやろうと思って、あのあやぴょんの時は同期があやぴょんだけだったからめっちゃあやぴょんの方ピュ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 投げてたんですけど、あの弥生とほんのやっけな、レイさんのやつ、あのはるかさんがいた時の確か弥生とほんやった気がするんですけど、あの時は2人でてたから投げなかったんですよ、でもなんか全然呼んでもらったら出るつもりなので、はい。ここら辺はねどうしようかなと、同期が一人で投げるしみたいな、大阪でござんはんやる、え、マジか、え、行く、え、私はあやぷんのチェンソーマンカフェ行く約束をしてるんですよ、星ありがとうございます、ペンライト緑色ありがとうございます、どうなんでしょう、なんかだから出るのは多分コラボはすると思うんですけど、ちょっと投げるのはやめようかなと思ってます、え、投げても反映されないんや、え、じゃあなんか、え、そうなんかメンバーにはポイント、あ、メンバーポイント入らないんや、あ、そうなんや、じゃあなんか気持ちの程度に投げておきます、5月に壁子で当たりました、ありがとうございます、え、私は絶対コンサートまた客席行きたいよ、もうなんやろ、行きたい、
星ありがとうございます、レインボーや。パワーコスプレいやいや言われこそはパ。なので鬼滅の映画もまだ行けてなくて、昨晩ダイヤピョンと行く約束をして何も行けてなくて、今鬼滅カフェ、鬼滅カフェ展覧会かあるじゃないですか、なんかどっかで、なんか兵庫県やっけ、なんかそこら辺で展覧会を見たい、行く約束をしてるのでね。ハートありがとうございます。いいな、鬼滅行きたい、鬼滅展覧会行きたい、ほんまにほんまに、行きたいんです。怪盗キッド好きです、はい、とっても推しです、保育園からの永遠の推しですそう、もう、テレビ始まっちゃうし映画も終わっちゃうよみたいな。もう来週生誕祭、イエーイ。私がね、色紙をね、ちょっと見ひなと半分半分で描こうぜって、顔があるじゃないですか、大体みんな絵画を描くじゃないですか、だからこうやってこっち見ひな、こっち私みたいな感じで描こうぜいう話をしてます。どうなるかわかんない。桜の花びらや、ありがとうございます。桜の花びらとチューリップありがとうございます。ハートありがとうございます。クロミちゃんや、私クロミちゃん会いましたよ裏で、あ、クロミちゃんやわーだけしてきました。キウキの子とコラボ配信してたら、でもみんななんかレイちゃんとコラボしたいって言ってたので、皆さんレイちゃんに伝えてくださいだからこの今後みんなはちょっとキウキのところに行くらしいですよ、ちょっと配信出てくれませんか、キノコの山とか持って。あ、そう、握手会完売させていただいてありがとうございます、増えなかったは増えなかったんですけど、でもまあまあまあみたいな、どうなるの、こんな感じで大阪も増える気配ないですよね、悲しい、増やしたかったけど、でももう本当に完売させていただいてありがとうございます、本当にありがたいですね。でもなんか完売させてもらったので、次からは一番最初から2部とか3部いただけるようにねしたいなって、でもこういうのはほんまに私がお願い、ぜひ来てくださいしか言えないんですけど、本当に来ていただけたらなと思います、はいはいはい、そうなのでね、ちょっといなんかさようならの時にね、たくさん手振って帰りたいなと思います。ありがとうございます、握手会なのでね、うちは横浜堪能してくるの、小籠包食べたいね、絶対に小籠包食べたいねんけど、あれかな、研究生がいけへんかな、小籠包食べたい、あ、熊や、ありがとうございます。なんか鼻水がちょっと、なんか鼻声でも気にしないね、鼻水やと思って、あとはなんかさ、横浜のコンビニやったら小籠包とか売ってないかなんか地域限定みたいな感じで、知らん、もう中華街とか行きたい、めっちゃ広いらしいやんか、私多分ね横浜行ったことないんですよ、東京行ったことあるけど、どうなんやろ、いやなんかさ、新なんか通ったことあるけどさ、横浜でちゃんと泊まったり観光するのもしかしたら初めてかもしれないんですよ、小籠包、あ、駅でなら買えるか、なるほどね、そう駅で買えるだろう、ケータリングで横浜らしいだよ、マジか、出そうやな、小籠包食べに行きたい、シューマイも有名か、そういいな、昨日公演中にくしゃみしました、あ、昨日公演中じゃないわ、お見送りの時や、申し訳ない、なんかさ、くしゃみ出そうでさ出ない時って一番腹立つくない、なんかああみたいな何の話をアイドルがしてんねんって話ですねそう、時間もあるよね、時間の問題、4月から梅田と天王寺湖南会、よし、ありがとうございます、梅田行きます、外出ダメなんですね、
すぐ変えちゃう気がする。そうなんかさ、ブックウィック追加あったらさ、なんか横浜やって思うじゃないですか。ずっと横浜おれるじゃない。なんかその会場内やけど横浜おれるじゃないですか。だからね、あ、そう、雪乃ちゃんがね復活してよかったです。私のね家族にね、まずね公演決まるじゃないですか、急遽しかしげさんが連絡あったら、あ、わかりました、今すぐ行きますって言って行くじゃないですか。そしたら電車で家族に、あの急遽決まったんで今電車ですみたいな、今電車やねみたいなね連絡送るじゃないですか。あ、そう頑張ってみたいな連絡来るじゃないですか。そしたらあのその数十分後に、雪乃ちゃんピエンっていう LINE がお母さんから来ました。ツイッターを見たらしいですね。即答するのかっこいい。いや、ありがとうございます。でもこんな多分ね、当日ほんまにここまで休憩が初めてだったんじゃないかなって思うのでね、楽しかった。なんかそれはそれでほんま新鮮やった。でもすごいなんかほんまに集中できました昨日。すごいよかった。ハートありがとうございます。明日の私服はかっこいい系かかわいい系かどっちがいいですか。投票しよう。いやいや投票しよう。なんかルームスで投票するのもないいかなって思ってたんですけどね。そう急遽さ言われた時にちょっと聞いてくださいな。私昨日ね、ほんまはビラ配りの担当だったんですよ。だからで、昨日午前中で授業が終わりやって、だから午前中で授業が終わって帰ってきて、ゆっくりご飯食べて、栗ご飯を食べて、何やっけ、ご飯を食べてメイクしてたんですよ。自メイク服じゃないですか。だからメイクして、あの服これ何にしようかなとか考えて、よし前髪作ろうと思って、ツインテールをねここら辺でしてね、巻き巻きにしようと思ってたんですよ。くるくる巻こうと思ってたら、巻こうと思ってたら前髪よし作ろうと思ったら電話がかかってきて、みたいな、ビラ配りの入り時間ってあったっけみたいな、ビラ配り何時まで来てくださいとかあったっけ、どうしてと思ったら、あ、坂本ちなみに今どこおるって言われて、あ、家ですみたいな、ちょっと急遽出てくれへんみたいな、あ、わかりましたみたいな感じでメイク落として、レッスンに着替えて、制服だったんですよ。だからレッスンに着替えて、最低限ペッペッペッって声で声で声で荷物だけ持ってペッって行きました。明日ツインテールで、そう、でもちょっと明日はあの一部なので朝が早いじゃないですか。なので負けるかどうかは知らないですっていうのだけは覚えててください。いや明日ツインにしましょうか。どうも、かっこいい系かかわいい系で迷ってるんですよ。なんか雪乃がねかっこいい系の浮気をくれて、それをずっと聞きたいなと思ってて、最近ちょっと暖かくなってきたじゃないですか。だから着れてるんですけど、ちょっとそれをねもっと見せたいやーってしたいんだかなと思うんですけど、どっちがいいですか。ルームスって投票機能ないよな。ついにしようか。ほんまに朝起きれるから、一部は悲しいね。でもそう、一部は朝起きれるか問題のでね、私は誕生日の日に0時に起きてなかったから寝てたから。どうですね、1番かっこいい系、2番かわいい系で3、2、1、1番かっこいい系、2番かわいい系で現在投票中です。ぜひぜひ、まあね、皆さん一部だけど遅刻厳禁ですよ。あ、投票してる、ありがとうございます。B2 のかわいい、かわいい曲というよりは元気担当やとかって思ってるんですけど、どうですかね。私的に勝手に元気より可愛いの方が、違う可愛いより元気の方が似合うかなと思ってるんですけど、どうですね。ほんまにしっぽんじゃないねん、ちょっとほんまやで、ね、ほんまやで、ね、ほんまに合戦ネタやから、全然かっこいい系珍しいなと思うし、なんか大阪もあるじゃないですか。だから大阪で可愛い系、あの写真写メ会は多分絶対可愛い系で来ると思います。足だなんかスカートフリフリみたいな、弥生みたいな、弥生の元気バーみたいな感じで来ると思います。
イメージがないね。だからちょっと横浜はかっこいい系で行こうかな、可愛い系で行こうかなと。こっちが横浜がかっこいい系なら大阪の握手会は多分可愛い系で行って、今回が可愛い系やったら大阪は逆の方でかっこいい系で行くと思います。とりあえず今は横浜で、1がかっこいいやっけ、2がかわいいやな、1がかっこいい、2がかわいい、横浜はどうでしょうか。投票終了します。じゃじゃーん、かわいいや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 、ということで横浜、明日かわいいでいきたいと思います。ではスカートフリフリな感じでかわいいかわいいでいきたいなと思います。え、衣装なん、え、待って、え、サメ会衣装なん、マジか、わあ、よかった、衣装なんか、なんか良かったです。でも私服がちょっとダサいんで、残念ながら私服がダサいのでね。なんか握手会決まった日程の時に多分私服だけは多分着れるんですよ。私はなんかあれあるじゃないですか、何ていうんですか、こう何日は何々、何日は何々、何日は何々ですか。でも今回は握手会だけやから私服でと思って、でもその私服を私服って言っただけでその私服を永遠に決めないですあのオンライン話し会の時も私服の時はずっと私服でどうしようってなってます。うん、あ、ちょっとお詫びと訂正なんですけどね、あの何でした、あのシークレットがあるじゃないですか、コメント欄の、ね、編集を見てみたんですよ。あの全部1票で2票がなかったので、ちょっとミヒナに決めてもらおうとしました。皆さんミヒナを頼ってください。ミヒナにちょっとリハちゃんにまるまるお願いしてってちょっと言ってください。はいはい、ペンライトありがとうございます。シャミ会私服かどうなんやろ、どうなん、そうなんか分からんまあでも、まあ、握手会ありがとうございます、待ってます。お母さん中止じゃない、さすがに、さすがに私ですよ。小5の後半ぐらいまでお母さん中止でしたか、私ですよ。お母さんもセンスがないんですよ。私の家族は代々センスがないから私もセンスがないんですよ。悲しいね。セミ会は衣装はどっちなんやろ、どっちですかね、衣装ですか。握手会は私服でセミ会は衣装か。 OK、 ありがとうございます。めっちゃお腹空いてるわ、めっちゃ持ってる。過去は衣装でした、ありがとうございます。なるほどね、楽しみ、衣装やったのか、いいね、楽しみ、ぜひぜひ。しゃべ会めっちゃ楽しみなんですよ、何気に。横浜でしゃべ会したかった。え、横浜なんで2日ないんですか、なんでなんですか、なんで1日なんですか。私は横浜ちゃんともっといたかった、もっといたかった。一泊やん、一泊も1000円やん、行って帰ってくるだけやん。ショールームっていつから春休み期間だろう、ほんまですね。私は多分公立の中学校は全国的に24があれなんですよ、終業式で多分25からかな、仲よ。あ、 AKB さんがね、見れちゃうんか。なかなかね。そうですね、私もわからない。は、バラバラ。は、ありがとうございます。バラ。なんか、そう、横浜もいいけどさ、九州とかも行きたいね。私は北海道に行きたいね。誰か私を北海道に連れてってくださいな。みさを北海道に連れてって。です。はい。選抜とかね、 MV が取れるようにね、取れるぐらいね、地位序列か、序列が高くなってったら東京にたくさん行けるのでね。花粉症の薬をいつもらいに行くのでしょうか、私はね、本当にね。YN さんで北海道行きたい、またお腹立った。急に無言になった。ちょっとさ、どうしたらいいんですよ。私はまず4月、来年の三学
3年生の1学期の4月はマジで3年生は絶対友達作るぞと思ってるんですよ。でも5月に大阪でなんか4月からリハ期間って言われたんですよ。4月からリハ期間ですよ。学校がどこら辺やっけ、4月の1週間だったぐらい、ちょっとぐらいで始業式なんですよ。クラス発表があってですよ。そこで友達隣の子に喋りかけるわけじゃないですか。でもその子と毎日朝学校行っておはよう、今日何時なんだね、はははは、みたいなんで1ヶ月かけて友達になるのに4月の終わりは引かん。どうしたらいいの、私どうしたらいいの。私は学校で友達が作れないの。3年生もちろん3年生も友達ができたら、友達がまず同じクラスが望ましい。エンライトやありがとうございます、ありがとう。望ましいんだけど、でもあのね、でもね、私は4件になった子をヨブカの子と友達になったんですけど、その子はとっても1日で友達になったんですよ。その子が話しかけてくれて1日ですよ、1日すごいね。なのでちょっと気合を入れて、なので1日で陽キャはなれるんですよ。でも私陰キャなのでちょっとなれないんですね。陽キャに声をかけるのはハードルが高いので、ちょっとなんか同じ香りがする、なんか同じ雰囲気を持っている子に話しかけることを頑張ります。弟くんの声聞こえたって、イネビって言われてないね。友達は作るじゃなくできるもの、すごいすごい名言が生まれてるわ。え、なんかさ、 NB 知ってる子らんのかな、えみたいな。渚さんを知ってる方はね、渚さんを知ってる子はね、何人かもおるんですけど、 NB って知ってるって言ったら何それやなっちゃうんですよ。悲しいファンとしてメンバーとして悲しい。そう、 NB と友達になりたいやんとかもしれんねんけどさ、拍手見える。はい、失礼しました。ねえねえ、ちょっと友達になりたいんだから。どうだよな、くしゃみ、失礼。給食の時によくエネミー流してた、マジで。ちょっと友達に放送部いるんで、ちょっとその子にエネミー流してやってようかな。ちょっと中学生さ、 TikTok やと思うんですよ、みんな TikTok で。あ、最近の子あれなんかな、 TikTok インスタなんかな。じゃあちょっとあやぴょんのまこのインスタにたくさん出現できるように頑張ります。でもちょっと TikTok みんな見てや、中学生のみんな。結構エネミーの TikTok 載ってますよ、ミサヒ動画で。ハートや、ありがとうございます。学校でダンスやったことあんないんですよ。あれですよ、ダンスの授業でこういうのとかをめっちゃなんかちょっと上手い感じで、なんかちょっと体重移動と乗せたりさ、なんかちょっとこう投げてみたいな腕ちょ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 をさ、ちょっとリズムに乗ってみたりさ、ちょっと軽いさ、テクニックっていうほどでもない、何かさ、意識的なものをちょっと入れてみたわけですよ。そしたらうまいって言ってくれた子がおって、その子が友達になった陽キャの子なんですけど、すごいね、うん、この子にどうしよう見れてたらごめんね。ダンスって習ってる子少ないからすごい武器になりますね、ピアノとかと比べて。背もたれ本当なんだけど、ちょっと聞いてほしい。私の先生の、英語の先生のクラスメイトに NMB の方がおりました。びっくりじゃない、マジでびっくりした。名前はちょっと知らせていただくんですけど、クラスメイトに〇〇〇がおった、言われました。やばくない、なんやスプーンみたいな。ありがとうございます。先生のクラスメイトに NMB の方がおりました、先輩が。やばくない、すごいね、運命すごいね。
だるまやありがとうございます。からいや全然その学校じゃないんですけど、学校の先輩じゃないんですけど、もう私が通ってる学校ではないんですけど、ちょっとまあでも近めなところ付近そこら辺みたいな、誰なんてすごいですね。先生若い先生若い、そうそう先生若い、なんやっけ、去年一昨年先生になりましたやったから、すごいね、びっくりした、えーみたいな。体育のね、5時間目が体育で、そしたら昼休みはもう着替えて早く外出ろみたいな感じなんですよ。で暇じゃないですか、 外寒かったから、その当時何年何月ぐらい、1月2月らへんでちょっと寒かったから、なんかうろじろしてたんですよ、温める暖を取るためにちょっと歩いてて、いい感じの日当たりを探してたら、先生がなんか話しかけてくれて、そういえば先生のクラスメイトに○○○がおった、へえやばくない、私も同じ中学にいたよ、やばすごいね、なんかね、あでもそうやっぱりそういうのでね、やっぱりファンになってくれたら嬉しいですよ。桜のアネミラありがとうございます。でもちょっと私は TikTok とか、 TikTok じゃない、 Twitter とかね、ついですよ、ちょっと皆さん、あの私の変なやつを YouTube の転載しないでくださいほんまに友達がね見て YouTube 見るんです、嬉しいけど、ちょっとショールームのあの51番恋ちゃん時代のショールーム見られるから、あのボサボサが可愛くないよ、だんだんダウンを取るよごめんなさい、ちょっと可愛いやつ転載してください、可愛い、ありがとうございます。お腹のめっちゃだる、大丈夫ですかね、こいちゃんはもうあかん、こいちゃんはね黒歴史です、もうこいちゃんは黒歴史、ほんまにどないしよう、なんかオーディション自体が黒歴史っていう意味が分からん、オーディション後は別にそこまで黒歴史ないと思うんですよ、なんかどんぐらいしてますかね、今何時やろう、ちょっとこうやってさ、私とさ、なんていうの、このたくさんおる人たちの中にさ、端っこで私おるんですけど、もし投げれるかと自分で、あ、親終われと親が、親がそう、中学旅行楽しみなのでね、楽しんできます、だからその中学旅行のためにも3年生のクラスっていうのは大事なんです、友達を作らなきゃいけないんです、中学期の後半にあるので修学旅行が、なのでそれまでに作らなければいけない、勝負はそれまで、はい頑張ります、あ、出なかった、ハチケ密着は2話から皆さんご覧ください、そう、あのなんかリハちゃんが大事に、あの M さんで未来さんになんかリハちゃんが大事にしてることはみたいな聞いていただきじゃないですか、あのその時キープエイミングフォープラスワンをね答えさせてもらって、だからあれそれで、あのこれはあの8期密着でね、8期生密着で公式 YouTube に明谷先生が言っていはられるので、8期密着まだ見てないよって方はぜひあの2話目から見ていただけたらなって思いますって言ったらよかったなってすごい思います、欲望欲望者って言ったからね、欲望者違う、欲望者やっけ、欲望者、えあれどっちやっけ、欲望者って言ったっけ、でも欲望者やっけ、公演中はでもね、なんだかんだ言ってアドレナリン出て花粉症が気にならない、だからお見送りで急にくしゃみが出ちゃうようになります、あれやブーケ、なんやってんの、冠みたいな、ありがとうございます、花冠欲望者か、ありがとうございます、そう1話は見たらあかんね、1話もなんかあの私のとこだけ飛ばしたらいいよ、2個あるから、私が喋ってるところとめっちゃ早口でハキハキ喋ってるやつと空手のところを飛ばしていただけたら、こうやって見ていただけたら、それならいけるチューリップありがとうございます、2話目はまあいいよ、2話目が一番好きやから、また可愛いから、ツインテールで、ツインテール、あなたの子キープエンピングフォープラスワン、欲望者か、そう欲望し合いでだから、1話は見たか、そろそろね、ちょっと12時でご飯も食べようと思いますので、終わりたいと思います。
ありがとうございます。あ、違う、ランキングで読ませていただきます。13位つかさん、ありがとうございます。12位タロタンさん、ありがとうございます。11位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。10位ポンさん、ありがとうございます。9位キンキンさん、ありがとうございます。8位どんかつさん、ありがとうございます。7位やすべさん、ありがとうございます。変わったな、変わった変わった変わったな、ちょっと変わったな、ちょっとリセットしちゃった、変わってしまったので、ちょっともう一回最初から読ませていただきます。13位の原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。12位ポンさん、ありがとうございます。11位キンキンさん、ありがとうございます。10位とんかつさん、ありがとうございます。9位やすべさん、ありがとうございます。8位なおてさん、ありがとうございます。7位夢に向かってさん、ありがとうございます。6位1つ2つみつさん、ありがとうございます。5位まさよしさん、ありがとうございます。4位 KN さん、ありがとうございます。3位シムさん、ありがとうございます。2位柳さん、ありがとうございます。そして第1位はハットのおっさんさん、おっさんありがとうございます。ありがとうございました。急遽だったんですけどね。めちゃくちゃたくさん。わあ、1840人の方も。ありがとうございます。こんな、ね、こんなって言ったらあかんけど。ありがとうございます。そう、明日横浜行ってきますので。いやいや、堪能してきますので。駅でちょっと小籠包、絶対小籠包を食べることを明日目標にしたいと思います。なるほどね。モアメ返信読みますね。モアメの返信も結構ね読んでるのでね、そう実は届いてるんですね。届いてるんだ本当に。はい、横浜行ってきます。いやいや、あ、今日ルームスツールだと思いますので、ぜひ、ね、ちょっとリササンダルーム入ってくださってる方はちょっとまた時間を告知させていただくんですけど、報告したいと思いますので、ちょっとリササンダルーム入ってくださってる方はちょっとツイッターをねいただけたらなと思います。そう全然返信はなんか読んでます電車のところにピヨーって読んで、あ、終わっちゃったって全部って返信いただけたら嬉しいですけど、でも届いて読んでいただけただけで嬉しいので全然です。時間があったらぜひちょっと書いていただく、全然時間があったらね。まあとにかく何が言いたいかというと、ルームスをやりたいと思うのと横浜で楽しんできますということが言いたいです。はい、ありがとうございました。はい、昨日もね公演あってありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。横浜できます。バイバイ。